竹明です。それで本日やっていきたいのが天ぷら食べ放題のホテルに泊まってみよう。よっ、やっていきましょう。はい、いつもの道民ホテルでございますそろそろお仕事が欲しいですね道民ホテルって本当に全国各地でいろんなバイキングみたいなやってんだよね、うん、で前に行ったのが北海道やとお刺身かなんか食べ放題のコースがあって、今回はプレミアム館だってだと天ぷらとそばが食べ放題らしいね。なんか多分天ぷらとそばが有名なんかな、神田って。まあ、今回神田やからそばと天ぷら食べ放題の店に行ってみたいと思います。それでは早速向かっていきましょう。なんか心霊映像みたいになって、こいつなんかちょっとさぼやーっと映ってんなと思って。映ってるの、映ってるんや、めちゃくちゃ映ってるやば、変な顔してる。はい、竹明ショー。てかほんまにパチンコの動画めちゃくちゃ伸びるよな。あー確かに大好評すぎて、本当に次何撮るかめっちゃ悩んでんねんな。何を撮ればいいのか。ただそのパチンコ好き、ただそのパチンコ中毒者としてさ、二人代表ね、パチンコ中毒者代表としてさ、何がこうみんなそそるんかなとかと思ってさ、今やったらなんかバキ流行ってるとかあるやん。いやーバキは面白い。何が一番いいとかある、アニーは。あーやっぱエヴァじゃないんかなとか、なんかこういう企画してほしい。あー企画系ね。そうやなー、どういうのがいいんやろ。こうなんかやっぱショーがやっぱ苦しんでる姿を見たい人は多分多いと思う。いつも撮影裏で苦しんだのあんたや、ね、な二人ともなんかこう撮影するとき毎回打ってんもんな。やっぱまあ打ちたくなる、ね、横で、うん、あのカメラに映ってないけど。で兄さ、お前何本負けたっけ。4000ぐらい負けてたんやったっけ横でな。ああそう、4000ぐらい負けた。でさ終わった後にさ、なんかもうブツブツしてること言ってんねや。何て言ってんの。わ、息子の顔が思い浮かぶとか言ってさもうそっと妖精渡したもん。渡すしかないもん。渡すしかないよな。でなんか一回なことね、もういいよいいよとか、いいよいいよとか言いながらバーって取ってさ、ぐちゃぐちゃしてもうポケットにくしゃくしゃのジーンズ。昔の記憶かな。まあ、だぶっちゃけ二人とも好きやろ。パチンコ企画の時にちょっとテンション上がってる。まあまあまあ、まあ、楽しいよね。来ましたと。来ましたと思ってるよ。なんかうずくよね昔のあれが。プライベートで話してんもんな。もう CR 息子やなみたいな。もしできたらいいなっていう。そうそう、もしできたらね、面白くない。自分のなんかプライベートのさパチンコできたら面白くない。いやー絶対面白くない。ああってこう泣いたら激アツみたいな。優勝時で泣いた。そうそう、で泣いた時にそのお尻めくるやんか。うん、お尻めくって何もない時あるやんか。うん、何もなかったら外れ。ああ。巨大のうんちが出てたらもう大当たりみたいな。確変突入。どこ？いやまだ。あった。ドーミーありましたよ皆さん。こちら茶色カバンがちらと見えますか？ドーミーイン神田プレミアム。全く駐車場がない。近くを探しましょう。さあホテルの前に着きました。初めての場所やね、泊まるとこで言うも。ドーミーホテルとプレミアムドーミーってあんねんけど、プレミアムがついてるところは結構ご当地ものが多い。北海道の時もプレミアムってついてて、その時はご当地のお刺身食べ放題で、今回はプレミアムがついてる理由としてはご当地のお蕎麦と天ぷらが食べ放題というわけでございます。はい、ホテル入りました。ホテル入って速攻めっちゃなんか重いこと書いててんけど、地球環境のために私たちができること、2週間で富士山の高さ3776メートルを超えるゴミになんねんて。ホテルで不要になったプラスチック製品とか言ったら、歯ブラシとか櫛とかは。ドーミーのゴミ。さあゴミさん行こうか。はい、というわけで今回の宿泊費、1人1万円でございます。そして朝飯代が1500円って感じですね。だから実質宿泊料は8500円の1500円で、計1万円はい、今回泊まる部屋はこちらでございます。ダブルベッドかい、枕二つあんのかい、おいなんか変に勘違いされるんじゃないんかい。てかみんな知ってた？このさカード入れたらさ電気光るとかあるやんか。これって別に他のカードでもいけるらしいんや。俺のクレジットカード入れとくわ。
それでは本日の撮影お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。最高ですわ。いただきましょうか。いただきましょう。ドーミーでこれ食うてる時が本当になんかもう、わあ、やっと一日終わった感あるよな。ほんまやな。うん、うまっ。さあ、少し実はですね、お酒を飲んでいたということで落ち着いたので、今から銭湯に行きたいと思う。なんか、女が入るかどうか、めっちゃ女に入るやつみたいな。ごめんなさい、こっちですね。はい。すごっ。男の夢やがな。男のビジネスホテルの夢やがな。漫画喫茶みたいな感じになってるね。上がる上がる。鬼滅の刃とか銀魂とかルローニケンシンとか、これ全部禁止系な。趣味出てんな。な、趣味出てるよな。さあ、編集が終わりました。ということで、長い一日が終わりました。え、ちょっと待ってよ、この動画何やと思って、あれや、天ぷらで食べに行く動画か。まだ天ぷら食ってないね。おやすみ、さっさと明日に行こう。じゃあね。おはようございます。眠すぎる。今から天ぷらを食べに行きましょう。おい、めちゃめちゃ声かれとるかな。それでは行ってきます。おはようございます。おはようございます。眠すぎる。朝から天ぷらかなあかんのか。いや、気持ちのいい朝ですね。とりあえず部屋の番号を伝えて席を確保してっていう状態でございます。今からじゃあ食べ放題なんで、好きなだけバイキングしていきましょう。はい。さあ、まずはベターなものを取っていきましょうよ。冷ややっこ、大炭卵、そしてとろろ。まあ、こう朝の旅館の定番みたいなものから始まるわけですな。はい。そしたらね、定番のバイキングといえば卵焼きとお魚ですよ。昔から思わんかった。こんな小さい魚おんのと思わんかった。ちっちゃい頃ね。ちっちゃい頃思ってたよな。あれあるやな、それは。で、まあ、僕卵好きなんで卵をいただきますね。まあ、こんなにも定番メニューじゃないですか。うん、そうやね。こっからですよ、言うたら。はい。どの程度のクオリティの天ぷらとそばが出てくるのか、行きましょう。はい。ちょっと待って、エビの天ぷらあんねんけど、すごい。やばない？え、これ多分タイシソやで。あー、で、シソとで、さつまいも。えぐい。すごい。え、野菜だけじゃないの？野菜だけの天ぷらで、まあごまかしてますみたいなイメージやんな。やば。こんな一軍たちの天ぷらがあると思わんかったな。確かに、すごいな。なんか大体天ぷら食べ放題って言ってもさ、エビとかはないやん。せやな。椎茸のスープみたいな。確かに。ゲームセット。じゃあ皆さんお疲れ様です。あー、うまっ。レンジュースうまっ。日本人にうまいとよかったって感じ。うまい。じゃあこの天ぷらいきます。さっきメニュー見たらタイシソじゃない、これ鶏シソやと。あ、鶏シソ。じゃあこの一軍天ぷらたち、すいません、僕あの最初天ぷら食べ放題できる時ね、さっき思っていいけど三軍天ぷらたちと思っていました。ドーミーホテルさん、本当に申し訳ございませんでした。完全に陽気な集まりです。エビさんとトリシソさんは完全にカーストのピラミッドの頂点です。確かにな。しかもそう、しかも何がすごいって揚げたてなんよ。おー、常に揚がってる。いただきましょう。うん、最高。天ぷらやみやみ。
本日2回目本当に日本人でよかった。じゃあビジネスホテルで浴衣を着れてそのまま朝飯を食えるってこれいいよ。あー確かにそうやな。ちょっと地方の旅行感あるやん。わかるわかる、そうやな。これちょっといただきます。うん、これ絶対うまい。あ、ほんまに、うん、最高。ああ、ジュースうますぎ。ジュースうますぎる。じゃあ2回目ちょっと取りに行きましょう。はい。さあ続いてこちらの名物、温かいそばそして冷たいそばをいただきました。あれはね、ざるそばかなと思ったら冷たい方ってこう冷たくして汁があるタイプなんよね。そうはね、ざるそばじゃないんや。でさ、このか和風感があるって言ってたやんか、こう、うん、旅館感があるというかさ、趣があるやん雰囲気とかさ。でもこう見た時にさ、でちゃんと電源コンセントと Wi-Fi まであるんだよ。やばフリー Wi-Fi すごない？寝カフェ感もあり、ちゃんとこうバイキングもあるみたいな。そして好きに世の中のサラリーマンたちを見下ろしながら食べれるっていう最高のロケーションですこれは。見てください、これ最高じゃないですか。みんな頑張って出社してる、出社してる。ずるずる。それではまず冷たい方からいただきます。うめえな、めちゃくちゃうめえなー、うめえ、うめえ、いいなー。最近よくね、変な夢を見るっていうのがブームというかさ、なんかまた見たって言ってなかった？見た。毎回変な夢見てくるから、ちょっとそれあの動画の時に聞きたいって言ってた。ああそうそう、なんか13年間昏睡状態になるみたいな、自分が。はいはいはい。だからもう目が覚めた13年頃の世界になってるわけ。なんでいつもそんなネガティブと知らん。こんな夢ばっか見るんや。ちょっとあの専門家の方いたらなんかコメントください。夢診断のなんかこういうネガティブな夢を見るときどういう心理状態なのか。13年間昏睡状態って言ったらそもそもちょっとなんか中二病っぽいさ。飛んでるだろ、もう目が覚めた13年後の世界になってるわけやから、うん、もうみんなやっぱその分年取ってるわけよ。うん、あちゃんとそこは。そうそうそう、だからもう息子やったらもう中学生になってて、しかもガッチリと顔なってるんよ。うわーみたいな、今までごめんなみたいな、面倒見れんくてみたいな。ほんで次こうショーパッと出てきて、うん、ショー完全になんかオワコン YouTuber になってて、ほんで弟の2がもうここでは働かれへんわって言って辞めるわけよ。で辞めて自衛隊になるみたい。え、うん、で自衛隊になって海外になんかこう派遣される。ほんでなんかそこになんかモンスターみたいなのがおって、自衛隊と2が戦うの。ほんで2のあの両足となんか腹部がなんか怪物に食われるっていう。めちゃくちゃ。もうでも大体今のであの差しついたわ、どういう心理状態なのか、うん、やっぱこう常日頃さ一緒にこう働いてたらさ、やっぱ YouTube 頑張らなって思えば思うこそそういうことになることへの恐れ。はい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 。あともう一つは戦争始まって怖いっていう。ああなるほどね。ああなるほどね。それが合体してるね。なるほど。たけやき商とロシアとウクライナが合体した。なるほどね。その不安な気持ちがそういう風に出たから嫌やな。もうこんなってるって。もうこういう、しかもパリヒゲ入ってたし。もう分かりやすい。そう、落ちていってるみたいな。そうそうそう。やん。だからこんなこと言ったら、冷たいそば食べ終わりました。続いて、伸びないうちにあったかいそば食べたいと思うんですけども、ここで危機ですよ。まあ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 、これあったかいそばですね。まだ美味しそうな湯気が出てるね。はい、まあ普通食べようと思うことなんですけど、あれ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 天ぷらのおかわりということで、そう、察しのいいみんなならもう最初から気づいていたはずだ。てか最初からなんで天ぷらそばにしないんだと思っていたはずだよ。改めて今最強の天ぷらそばの完成です。これがビジネスホテルで食えるだと。うん、あったかい方がつく。おー、うん、大晦日が思い出すわ。最近さ、その YouTube の動画のタイトルとかにさ、変わった表現を書くのが好きで、なんかそういうの新しいのないかなって今めっちゃ模索してんねんな。なんか最近やったら、何々が大盛りすぎて店内がざわついたみたいな。なんか
そういうのもこう引きの言葉サイトみたいなのあるんだよね。だからこういうことに関して人は引き込まれますので、だいたいその書かれてるのが驚愕とか驚きのとかまさかの展開みたいな。店内がざわついた。店内がざわついた。今回のタイトルって何なんですか？道民ホテルまさかの食べ放題の天ぷら全米が感動したみたいな。国越えていく？そろそろ越えてってんな。だそういうことやね。映画とかのさ、キャッチコピーとか全米が感動したみたいな。映画の予告ほど楽しみなんだよ。そうそうそう、めちゃくちゃあのどこがいい？確かに確かに。あとドーミーでも作りたいけどな、予告編みたいな。そう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 、あのドーミーホテルに奴らが帰ってくる。え、ここって何食べ放題なんですか？天ぷらと蕎麦で。え、マジ？天ぷら&そば。多分今ので映画の予告ができてる。お疲れ様でした。いや最高やったね。はい、というわけで、今回のドーミーホテルの天ぷら食べ放題なんですけど、今回の MVP オレンジジュースでした。めちゃくちゃうまかった。